これは今ドレスの裾の方につく大きな花のコサージュのようなものなんですけど、それのまず大きさとかそのバランスを今こう仮に作ってみました。でこれが結構こうちっちゃなパーツがこういうふうに全部正バイアスでこう花をの中心をこう作っていきます。で小さいコサージュはこの程度で作ればいいんですけど、それをただこう大きくしていったものになります。でこれが今これをパーツに展開するとこんなような形になります。でここにこの一つ一つのパーツを番号が振ってあるところのパーツがだいたいこの大きさという形で、全部正バイアスでこう円形になるんですけれども、これを全部ギャザー寄せて、そしてつけるときにこういうところがタックであるとかギャザーを寄せてこういう風なところを立ち上げていきます。そしてここが今柔らかいので、この本当に仕上げていくときにはこの中にチュールを貼っていきます。でこういうものをその番号で振ったところにこう留めつけるような形で、大きな大きなそのドレスの裾につくコサージュを作っていきます。